味噌おろすり進めていきたいと思います。音楽も一新されとるな。濃姫やばい、相変わらずの魅力が半端ない。前回オリンポスの神々やったんで、今回新たなる使者たち。オリンポスの神アレス、そしてアテナ、彼らが率いる神の軍勢はあまりにも強大であった。連合軍は奮闘も虚しく敗北を喫す。スサノオラ千人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。さらに行く先にも伏兵が待ち構えていた。偵察の兵が戻ってきました。この先でアレス軍と見知らぬ将たちが交戦しているようです。そのアレス軍はおそらく我々を待ち受けていたのでしょう。新たにこの世界に迷い込んだ者を我々の仲間と勘違いして襲ったのかもしれませんね。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。義と愛にかけて救わねば。お待ちください。剣心殿は我が軍の要、これ以上危険にさらすわけにはいきません。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。ここは我らに任せ、先に逃げられよ。闘争を託す。私たちも頑張るから安心して帰ってゆっくり休んでね。消去、剣心様に失礼でしょ。いいのですよ、あなた方の義と愛十分に伝わりました。ここはお言葉に甘えてお任せします。ええ、新たな仲間を連れ必ず無事に戻りましょう。からのスタートで、目標は全部諸葛亮の体力を 30% 以下にせずに勝利、味方武将が敗傷せずに勝利、8分以内に敵武将24体を撃破。なんとかノルマクリアできたらいいんですけど、頑張っていきたい。今回メンバー変わらずに、蓮氏、濃姫、お元気、サポート枠の1、海姫、長春か、ガラシャでいきます。やばい、きます。見知らぬ将来が夜取りでは敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアリス君は砦にいるのが我々の仲間だと勘違いしている様子。今奇襲をかければ敵も同様支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。諸葛亮殿はこの作戦の要、必ずや守ってみせん。私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。消えて、消えて。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。消えて。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。逃げて、何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。お取り込み中失礼します。あなたの狙いは
我々なのではありませんか。後ろからも敵がどうなってんだ。よいしょ、ヘルプしたわ。ヘルは踏んじまったか。ここは一旦引いとくぜ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。本当こいつさっきの初版とほぼ無敵になられるから、やばいやばい。そんな再会を喜ぶのに暇はなさそうです。なんかめっちゃ強いな。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一瞬を打尽にするのはどうだ。この地形に行きます。お母さん、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後に追撃を受けなければ。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる時をこてんぱんにする策ならお任せ。やっちゃうね。どうしようやっちゃうね。諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと再考するとしよう。じゃあひとまず下がって立て直しだ。消えて、さて消えて、準備に取り掛かろう。消えて、おのおの抜かりないよう頼むぞ。読んでる覚醒やつ強いね。私もちょいと気張っとこうかね。消えて、うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。さて早いとこ味方の船を繋いじまわないとね。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい。ふふい、工作兵あんなとこから守りに行くのむちゃくちゃやな。船を繋ぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。コンされたのはそれがしだけでしょう。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの。さっぱりわかんない。楽しみません。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。あの3人なら頑張ってやってくれるでしょう。船に戻り策が知れぬよう敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。やっ、耐えられない。この砦が欲しいんだけどさ。おう、月行ってこい。敵が強くて、ちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所、矢を射込むには絶好の位置だ。あ、これ小坂君かっこいい。助けてやらんとやばい。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんな、手を貸してくれないか。あの姫に何てことするんだ。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。訳あってそうはいかないんだ。こっちも訳ありみたいだけど。お前たちはここで倒す。消えて、俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの攻撃の威力すさまじいな。どうにか味方に引き入れられないか。そんなことできるのかね。だってあの子たちなんだか怖そうだよ。お前はガンか。この先へ行かねばならんのだが、どうしてくれないか。そう、楽しましょう。ヒレフしたわ。どうしてもと言うなら私を倒してください。さすがです。で、お願いしますよ。絶対もうこれやばい、絶対最強の乃姫にして育て上げてやる。我が部に挑め。素晴らしいご活躍ですね。あなたと一緒なら私頑張れます。消えて。あ、これはこれは言うといいか。
みたいな内緒。これは言っちゃいけない。やっと野姫のレベルもだいぶ上がってきて、敵がやりやりになってきた。やっぱこうなってきたら楽しいよな。しゃあねえな。その強さ興味深い。また戦いたい。勝手に興味湧くんじゃねえ。私は負けただと。砦は無事確保。ここに歩兵を仕込めば準備完了っと。お役に立ててよかったです。見事な戦ぶり。感服いたしました。あなた方に情けはかけられません。せめて美しく散らせてあげましょう。自然の風景に舞い散る花びらこそ美しい。人の散る様が美しいとは、いなこと。しゃあないな、24だよ、無理。これでまた勝ちに近づいたよ。消えて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 。消えて。あ、みんなここにおったんか。どこ行ったんだろうと思った。欲しいの？よし、やっちゃえ、やっちゃえ。やだ、ターゲットされるかも。危ない、逃げた。またお相手願おう。やむを得ません。私がお相手いたしましょう。知り肉の美しさなど私には不要。またお会いしましょう。なかなかの実力を持っていますし、あなたのサインは興味がつきません。この俺が相手だ。来い。さすがです。その調子でお願いしますよ。イエス。時代のため今は引きます。体力回復させるため、ちょっと何の温存で押して参る。うわ、危ない。なんじゃ。楽しませて。お任せを。俺に勝てると思ってんのか。
いやめっちゃ武将おるな、これ金よ。あ、向こうやっぱ武将一緒に残した。ここは引く。イエス。こっちでみんな戦えよ。おお、これあった。消えて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 。敵将、そこを動くなよ。消えて、動くなよと言われて動きたくなるよね。私がお前の相手だ。その分行くぜ、試させてもらう。イエス、ケノ姫。あなたの格好にそこ見ちゃった。私も真似してみようかな。ここで死ぬつもりはない。撤退する。消えて。これで目的地への道は開けたが、待ち受けるはあの怪物か。これで無駄よ。あの鳥みたいの子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。え、とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。消えて。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。さて、そろそろ移動しましょう。戦場に行っては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。なんてこと。ようやく追いついた。人間とここで終わらせてやる。そう早らずとも分かろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。来ましたね。我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。家計か、さすが。自分たちの船に火をつけるだと。正気か。おいあおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み、追い打ちをかけよう。やっぱこの技めっちゃいいよな。わあ、敵戦大混乱。お次は伏兵、行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。消えて。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。消えて。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。あの孔明様、ここは私にお任せください。お仕置きよ。へえ、なかなかやりますな。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺、馬孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そ
そうでしたか。一筋縄ではいかない方のようですね。じゃあ俺たち似た者同士？本物から言われるなんて似て者によりに尽きるな。消えて、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 砲塔のおかげでうまくいきました。ここで同門の力を得られるとは、この際の限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないし。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。すごい立派な活躍ですね。あなたがいてくれてとても心強いです。この程度の炎でひるむな。全員戦場から退去せ。すぐさま立て直した。将たる器だな。楽しませて逆勝。これで隊を開きました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。消えて。おやおや、随分立ち直りが早いね。このままじゃ追いつかれちまうよ。復活した敵の勢い、風受ける船のごとく。この地より逃がすことはできない。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。じゃあおめえ返上、金儀通してやんぜ。消えて、消えて。ねえ、あれだけやったのにもう復活。行くぜ。俺たちも楽しみ。ラストバルなんだけどな。キャー、とてもすごい策でした。これであかんかったんで、行きます。覚醒。手なずけられていれば大好きです。できることを論じても仕方ないか。またあの鳥みたいな子たちのこと。今度か私も気になってるぞ。覚醒でもまた倒せない。結構強いな。運命の矢ではなかったか。おかげで敵の追撃を退けることができました。危なかった。何、救われたのはお互い様だ。力が合わさって大勝利急にみんなここおるけどね。これこんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。さあ、ノーフメラップ飲みながら、みんな方法、なるほど。なんだかとんでもないことになってるみたいだね。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。今回のようにな。そうそう、あいつたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええ、もちろんです。お三方がいてくれれば心強い限り、ぜひお願いしますよ。だいぶ賑やかになってきたね。ナタ殿、ジョカ殿、ご無事だったのですね。あいつらどこ行っとったの。まあな。そうだ、紹介しよう。あ、サノン。この者はサノン。我らと同じ戦界の住人だ。我も助力しよう。またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。ま、はじめましてでも久しぶりでもいいや。これからよろしく。あっしは方位資源
無理はしないで頑張るよ。ロシケ、堂々乱世を渡らん。兵は軌道なりってね。バカ、我に任せ。こっから時間かかりすぎだもんな。やっぱり時間、標準時間より5分も長くかかってるけど、楽しめたけんいいかな。野姫のレベル上げたかったしな。実は我らと関わりの深い男に調査を頼んだってな。その男、サジから報告があったのだ。オリュンポスから紛れ込んだと思われる妙な怪物の操り方が分かったと。ほう、サジもこの世界に招かれていたか。しかし、怪物の操り方とは。知りたくば、奴のもとへ来いとのことだ。その地で新たな仲間と共に待っていると。どうする？面白そうじゃねえか。行ってみようぜ、チュー。ああ、そうだな。その怪物とやらも次の策に生かせるかもしれん。新たな仲間というのも気になる。わしも同行せん。三章、怪物操り師神仙って言うから。で、出撃できるようになりました。戦場を混沌で染め上げてやろう。皆さんと一緒に特訓してきました。とても優しく教えていただけて嬉しかったです。これで私もお役に立てるでしょうか。十分です。強化系だけやって次行こうかな。武者修行はまたいつもの3人に行ってもらおうか。どんどん強くなってもらうとね。いないでもちょっと行って。今回この辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回。皆さんありがとうございました。